マクドナルド兄弟は、アメリカ合衆国のファストフードチェーン、マクドナルドの創始者である。典型的な初期のマクドナルド店舗1937年に、アメリカ東部のニューハンプシャー州から移住してきた、マクドナルド兄弟が、カリフォルニア州モンロビアで、ドライブインレストランを開店した。当初は、ホットドッグ屋だった。1948年に一度閉店をし、 改めてスピーディーなサービスシステム、工場式のハンバーガー製造法、セルフサービスの仕組みなどを考案した上で、1948年12月にカリフォルニア州サンバーナディーノで始めたハンバーガーのドライブインストアで再オープン。これがマクドナルドの原点となった。店舗名は兄弟の名字を取ったマクドナルドハンバーガーであり、 後にゴールデンゲートと呼ばれるアーチ型のデザインは弟のリチャードがこの時発案したものであるとされる。1954年にミルク製機製造マシンの販売会社で凄腕の営業マンとして社内ではそれなりに名を馳せていたレイクロックと出会いフランチャイズ化を進められる。しかし当初兄弟はフランチャイズ化により積極展開する目標も持っていなかったが 兄のモーリスが病気になったこともあり、兄弟は、例の要望通りに、フランチャイズ化の権利を与える契約をした。それでも兄弟はその後も、例とは考え方をことにしており、店舗の運営方法やハンバーガーの調理方法等を、巡りたびたび例と対立していたと言われている。そのためか、フランチャイズ化に際して、商品の仕入れ方法や、店内の内装を、 少し変更したりするだけでも兄弟に確認を取った上で承諾が必要という契約内容であり、例は後に自伝において、それが自由に店舗を運営するに際しての大きな障壁となったとしている。また他方で、兄弟はその後も例に内緒で複数の個人や業者にフランチャイズ契約を持ちかけていたとされ、一説には当時、 モーリスの病気により兄弟は店を閉じることも視野に入れ、かつて自分たちが考案したノウハウを千ドルという、破格で売り出していたとも言われる。そのため、それを購入してそのノウハウを継承し店舗を開業したものが、例以外にも少なからずいたらしいが、最終的に成功を収めたのは、例だけであったとされる。1961年に、マクドナルドのアメリカ国内のみならず、 海外への多店舗展開を推し進める例に、経営権を270万ドルで売却した後は、実質的には、同社の経営から手を引き、同社の親善大使的な存在として活動していた。ただしこの売却には、諸説あり、兄弟の老いにあたるロナルド・マクドナルドの証言によれば、生前、兄弟は、売却に際して、マクドナルドの総売上額の1%を永久に、 受け取れるというインセンティブをつけていたが、レイ側からそれは、紳士協定とし、契約書に明文化しないこととしたいと持ちかけられ、了承した。例は、最終的にそれを保護にし、インセンティブが守られることはなかったため、これは、例の裏切り行為であるとして、今でも、マクドナルド家は、レイ家を恨んでいるとのことだが、生前、弟のリチャードはインタビューにて、この契約は、 生涯最高の取引だったと答えており、また、売却後に、兄弟の口からこのインセンティブについて語られることは、なかった。2016年に公開された、映画、ファウンダーハンバーガー帝国の秘密内ではこの条項は、存在したものの、結果的に守られることはなかったと字幕で説明されて、いたが、マクドナルド兄弟が諦めたのか、それについて、 特に例を責めたり後悔したりするような描写はされていなかった。また、実際には、生前のリチャードが一貫して、取引に後悔はないと語っていたのとは裏腹に、劇中での兄弟はこの取引の際、大いに未練がありそうな態度で描写されていた。当初、この契約で売却された店舗の中には、兄弟が創業したサンバーナディーノの店舗は含まれていなかったとされる。 兄弟は、マクドナルドの命名権売却後も、親善大使として活動する傍らでこの店舗だけは、ビッグ、M と名を変え細々と経営を続けた。それなりに、人気はあったものの、ほどなくして、例に売却されたマクドナルドがこの店のすぐ隣に、店舗を出したことで、客足は伸び悩み、売却から6年後の1967年に、 ビッグメムは閉店し、マクドナルドハンバーガー時代から兄弟が創業した、店舗はその歴史に幕を下ろした。映画、ファウンダーハンバーガー帝国の秘密では、実はこの店舗は、大きな利益を出していたが、例を警戒していた兄弟は、取引の際、そのことを例に隠し、店舗は赤字だと偽っていたため、例は、赤字の店舗は引き取らなかった。しかし取引成立の後、 この店舗が大きな利益を上げていたと知ると、レイは騙されたと憤通り、報復としてこの店舗の隣に自分の店舗を建てた。兄弟はマクドナルドの商標権の保護を行っていなかったため、レイにマクドナルドの名を使われてしまい、仕方なくビッグ・ M という店名に変えて営業を継続したという描写がなされている。 1971年、兄のモーリスが亡くなった後、1973年になって令は、マクドナルドの経営から手を引き、翌1974年には、サンディエゴパドレス球団を保有して野球界に進出した。5年後の1979年、フロントとの対立で球団経営を義理の息子バラードスミスに譲った際、ハンバーガーは、 野球より未来があると言ったとされる。その後、弟のリチャードも1998年に亡くなっている。ありがとうございます。